今日午後、BSS 本社を訪れたのは日曜劇場美版の福沢勝男監督です来月3日、松江市で開催されるトークショーの打ち合わせのため訪れました美版の一部見る限り何のドラマか分かんないと思うんでちょっと恐怖だったんですけどね初めてやるんでよかったな、だって 豪華キャストに海外ロケなど壮大なスケールで描かれたドラマ「美版では主人公のルーツとして島根県がたびたび登場奥出雲町などロケ地はドラマが終わってもなお聖地巡りの観光地として注目を集めていますそして「美版といえば SNS 上での考察合戦謎が謎を呼ぶストーリーが社会現象となりました あの時はやっぱり国民の3分の1ぐらいの人がやっぱりアザインに集中するで,でああ言いたいことばあっと書き出すっていうのがあったんでね今回は盛り上がるとは思ってたけども、まあ、ここまででるとは思わなかかったっすねそしてさらに予想できなかった現象が急に応援してると急に人気で今回もそうドラムはあそこまで出るとは思わなかったからもっと活躍作っとけばよかったなとかいう。 そんなドラムも参加するツアーとトークショーが、今月末から来月にかけて島根県内で予定されていますが、監督は参加者に聞きたいことがあるようで作ってるほはなんだか分かんないのよ、ここでハマるだろうなんて、そんな計算もできないし、逆になんか、何が皆さんが引っかかったのか、ちょっと知りたいなっていうのは。 それでも数々のヒット作を生み出してきた福澤監督<う>作品作りの極意を少し教えてくれました「ハンザー」も「ビバンも今社会現象って言われたでしょ社会現象をやるんだったらもう自分が恐怖を味わわないだメだね新しいものを作っていかないとあと度胸よねだからこういうチャンスがいいんだよもうもう天然だしそろそろまあいっかと思って。